小学2年生を担当しました。道徳と国語と算数を授業しました。多くの児童がいるところで授業したのが初めてで、一人一人の表情とかを授業の中で見ることが初めてだったんですけど、その表情を見ながら授業を進めていくっていうのが難しくもあり、本当にいい経験になりました。予想外のことが授業で起きた時の驚きに対処するのがちょっと大変でした。うまくできたところは、自分自身が楽しく授業をやれば子どもたちも安心してその45分間を終われるのかなっていうふうに思って、ひたすら笑顔で授業を進めたっていうのがうまくいったというか、できたところかなっていうふうに自分では思います。算数の掛け算の導入部分だったんですけど、私が作ったお宝で子どもたちが 1,2,3,4 っていう風に数えていこうかなっていう風になんか最初考えてて、お宝を出した時に子どもたちがわーって興味を引いてくれて、その数を数えようっていう、もう子どもたちがやっぱりそこに興味を示してくれたのが私は嬉しかったです。すごい意欲が高い子どもたちが多くて、どんな質問をしても返してくれる児童が多かったので、自分の話を聞いてくれてるんだなっていうふうに思って、やりやすかったというか楽しく授業を進めることができました。子どもたちにとってはすごい嬉しい楽しみ出会ったみたいで、今日は私の班だみたいな感じで言ってくれるのがすごい嬉しかったです。実習3週間の中で結構うまくいかないなとか、実習一人だったら多分なかなか苦しいところがあったと思うんですけど、控室とかで同じ境遇の仲間がいるっていうことで、いるだけで助け合えたっていうのがあったかなと思います。1、2年生のマット運動で体の指示を扱う単元で、子どもたちからいろんな指示の方法を探してもらうっていうテーマで授業をやりました。たくさん子どもたちを運動させてあげられるかっていうのを期限内にそのやるっていうのが結構難しくて、ここが納得いかないんですけどとか、ちょっとしたところとかも先生に聞いて、こうした方がいいんじゃないとかアドバイスをいただいて、ちょっとこだわりが強すぎて納得いかないところがたくさんあったんですけど、準備が大変っていうのでたくさん先生方には付き合ってもらって準備もしていただいて、授業を作るのは一人じゃないなって、周りの人に支えられてその授業を組み立てられたので本当に感謝をしたいのと、私がそもそも自信があまりないので、あ、これダメだったな、あれダメだったなっていう風にマイナスのことを結構言ってしまってたんですけど、なんかその先生は、いやでもこれできてたし、え、これもできてたよっていう風にすごい褒めてくださったので、なんか頑張ろうじゃないけど向上心を上げさせてもらいました。そのできるできないみたいなのにとらわれないように授業をしたいなっていうのがあったので、できる枠とかできない枠っていうのを作り出さないように授業はを考えたんですけど、水中カメラで撮影をするっていう授業をの話を聞かせてもらって、そのカメラって記憶に残るものとしてなんか楽しい時に撮るイメージがあって、お話を聞いた時もすごい子どもたちが楽しそうに写真を撮ってるっていうのが印象的で、結構それが残ってて、自分が授業をする時にどうしたら楽しくなるかなっていうのを考えて、そのお話がふとこう蘇ってきて、写真を撮ることで子どもたちの楽しみが増えるかなと思って授業に使いました。私の授業では最初説明をした時は、体の頭とか手とか足で体を支えてポーズを取ろうっていう風に説明をして、その部分を使おうっていう風に始めたんですけど、授業を一人でやるんじゃなくて子どもと一緒に作っていくっていうことができたので、すごい子どもにも刺激を受けてよかったなって思います。こういう先生になりたいっていう像があったんですけど、担当教員の先生とこう話してて、その先生の教育方針とかを聞いたり見たりしていくうちに、今までの先生の中で一番目指すべき先生に出会った気がして、実習の最後の振り返りとかにも書いたんですけど、なんかその先生目指して頑張ろうっていう風に教員になりたいっていう気持ちが高くなる実習でした。